はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信始めていこうと思います。今回からいよいよワールドユース、予選リーグですね。まあ、ここは勝ったり負けたりしながらしっかり乗り越えていきたいと思います。まずはバスコダガマ戦ですね。そちらの試合をやっていこうと思います。まず日本のキックオフから試合開始。あ、三井くんが前半から出ちゃってるぞ。翼くんにすぐ縦パス、動かない、パスキャッチ、これはもうドリブルで突破。おっと、相手の反則ですね、こちらは。え、いや、別にパスしたくはないが。かわしました。また反則です。反則多いな。あ、フリーキックだが、これは澤田くんに行きましょう。三井くんは通るかな、パス。通った。三井くん。しかし、これは三井くんがシュートをするわけがない。サックに一度渡す。三崎くんにパスを渡すが、三崎くんもシュートを打つわけではない。と、見せかけてツインシュート。お、行くぞ、三崎くん。おう、ツインシュート。え、嘘。クリアされた。食いつけ、カズオくん。角度が悪かったか、ミサキくん。音楽変わりましたね、ここへ来て。カツオくんどうする？タックルかな？あっと、反則を取られてしまった。三井くん、ナイスインターセプト。おっと、結構これゴールに近いぞ。翼くんに渡せるんじゃないか？動かない。さあ、翼くん、ボールが来た。オーバーヘッドキックだ。これだ。オーバーヘッドキック。キーパーどうかな？決まりました。
定番のオーバーヘッドキックは決まりました。さあ、続き行ってみましょう。試合再開。つきまとう。無理だ。動かない。さあ、石崎くんと三鈴木くんが変わった。じゃあ、これで行きましょう。かわされた。さあ、どうする？パス来た。さあ、三鈴木くんカット。ナイス。三鈴木くんターリーになりますね。これ10番、沢田くんです。頑張れ、沢田くん。届かんだろう。三崎、落ち着いて三崎くんにパス。さあ、敵を11番が弱まっただけ。あとは三崎くん、三崎くんに頑張ってもらいましょう。OK。9番って誰だ？ヒューガくん？さあ、誰にパスを渡すかですね。翼くんでもいいですが、ここはヒューガくんへ。パス通りました。これ、シュート！どうか止められるんじゃないの？と思いきや、松山くんが来た。これ、シュート！パス、パッチング。コーナーキックになります。翼くんへ。これ届くんかな？あ、届いた。なあ、ほな。ツインシュート。行くぞ！三崎くん。おう！ツインシュート！ん？嘘！またか。これ玉になって、ここに三崎くんがいた。だが、この角度では決まらないだろう。ヒューガくんへ。どうかな？敵を6番、届かない。スルーするとどうなんだ？遠くに行っちゃう。と見せかけて、そうですね。これシューツ。え、嘘。またかよ。でも空っぽなんで行きます。なんでこんなコーナー引っかかるんだ。決まりました。
はい、では行きましょう。試合再開。いいですね。祭りターンか。これ一気に前に上げられる。さだくん、弱まっただけ。またワンツーだ。11番。若島津くんは身構える。石崎くんはフォローかな。パスだ。弱まっただけ。さらに松山くんが当たってこぼれ球になった。岬くん、トラップですね、これは。ワンツー。正雄くんとのワンツー。どこまで行く？ちょっとガッツが減ってきたな、翼くんへ。さて、敵を2番、遠かない。ロスタイムになる。これはガッツは？やってみましょう。いけー！ドライブシュート！ちょっと遠すぎるよな、なんぼなんでも。いやー、これ決まります。ロングのドライブシュート。鮮やかに決まりました。前半終了直前でした。面白いように決まっていきますね。さあ、翼くんと岬くんがついた。パスに行きます。岬くん、ナイス。あ、違う。まあまあ、パスですね。ワンツー。ゴールデンコンビ。やくん、鮮やかにかわします。さあ、ホイッスル。前半終了となります。石崎くんか、つらいなあ。いいや、石崎くん。これで美杉くんは、交代です。紫藤くんかな。あとはちょっと試合再開。3点差を森崎くんで守りきれるか。まあ、点が取られたら取り返せばいいんです。てか全然シュート食らってないしね。第一タックル。あ、裏をかかれた。弱まっただけ。ワンツー。おらおら。あ、シュート打ち上がった。こぼれ球、うまく防ぎます。これはダメですね。このトラップしちゃダメ。紫藤くんへ。
さらに、チトークはミッドフィルダーか。トラップかな、とりあえず。翼くんへ、前パス、これが決まります。いや、ドリブル。ヒールリフトって言ってもある。おっと、反則を取られました。日本フリーキックです。誰？松山くんか。頑張れ、松山くん。ワンツーで、石崎くんとワンツー。今日6番、岩渡だけ。松山くん、どこにいるんだ、今。いや、でも角度が悪い。ここは、翼くんに渡します。こぼれ球になってしまったが、日本のコーナーキック。慈瞳くんに、切ってもらいましょう。美咲くんへ、ショートコーナーです。美咲くんが突っ込みます。交換します。さあ、これはお構わずシュート。そこに日向くんが合わさった。空っぽです。やるしかないでしょう。これだ。オーバーヘッドキック、決まりました。行きましょう。ん？何？相手の。さあ、3人が囲います。パスカット。残りの2人はタックルで行きます。タイガータックルっていう手もあったな。あ、反則取られてしまった。反則しても止めればいいんです。翼くんと日向くん、またつきます。パスカット。ここで、ちょっとタイガータックルをお見せしましょう。おっと、翼くんが、その前にインターセプト。翼くんのガッツはだいぶ減ってるなぁ。ここは一旦サダくんへ。東方コンビ、たけし、ひゅうがさん、いかづち、
さ、サダ君もゴール前だが、これは厳しいよな。普通にトラップ。ちょっとヒューガ君が目の前にいるんで、ヒューガ君に渡します。もう一回オーバーヘッドキックやってみましょう。オーバーヘッドキック。と、今、なんとこれ決まりました。サダ君から託されたヒューガ君、オーバーヘッドキックを決めて5対0、大きくリードです。さあ、後半も残り7分ですね。全然敵キーパー、キーパーに行くことはないよね。またタイガータックル。いつもよ、調子に乗ってんじゃねえ。タイガータックル。ナイス。今日ゴマが来ましたが、これも普通にドリブル。際どいとこでかわしました。ガッツアス。普通のドリブル。おっと、相手の反則ですね、これ。日本のフリーキック。キッカーは、サダ君。ヒューガ君のガッツは、こうなってんのか。ヒューガ君のガッツもだいぶ減ってんな。届くかな？届いた。ちとくパス、どうだ？届かない。ちょっと角度が悪いんで、さすがにこれを決めません。みさきくんトラップです。さ。これは、シュート !1 対1。決まりました。え？みさきくんも決めてくれますね。さあ、ヒューガくんがつきます。タイガータックルです。いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。飛ばしてヒューガくん、ボールを取りましたが、ガッツがまあ、ほとんど残ってないですがね。まあ、ドリブル。あ、ここで、翼くんに渡して、今日6番届かない。さあ、これ、あ、終わった。
お、なんか物語がありますね。そうだな。優勝してもおかしくない。優勝を左右するほど何かが足りない。西ドイツかブラジルだな。腕を立つキーパーがいないぞ。それなんだが、なんだろう。ん？怖っ怖っ。イタリアプロにいるあのキーパーがブラジルユースに入るために帰国したらしい。だって。インターミナン、キーパーマシーン。ドベート本がズクズク読んだらしい。やっこさんってなんだっけ？教え子がいた。指定対決。親殺しみたいな感じだな。それともう一つ、お、何か知っているな。え、もう一つ何か隠されてんだ。謎が。ちぇ、もったいぶりやがって。そして、予選リーグ。1回戦はポーランド戦です。この試合は勝つつもりそんなにない。レベルアップしてますね、みんな。ポーランド、イングランド、ソビエト、そしてフランスか。フランス戦はちょっと注意が必要ですからね。激戦グループに入ったようだな。どうやら決勝トーナメントは簡単には行かせてもらえないぜ。まあどこのチームも強いですからね。引き分けていてはトーナメント行けないぞ。これ引き分けだと負けってことになるのかな。同じことか。じゃあスコアメモ、石崎くんのスコア、今日のスコア見ようよ。あなたも頑張ってね。いやいや、このまま行きます。じゃあ行きましょう。キックオフ。お、みんな行くぞ。起きろ。さあ、こちらがあのあれですね。
みさくんに頑張ってもらいましょう。マッハ。マッハ文明。つばさくんへ渡せるかな。マッハくん、遠かない。つばさくん、まだ遠いな。これで決まるとは思ってない。つばさくん、パス。敵を5番。お、いいですね。敵の8番来ました。構わず、シュートです。これだ。オーバーヘッドキー。まあ、簡単に決まらんだ。え、なにこれ。うわうわ、画面が怪しい。ジャイチ君。怖っ。ね、ちょっと、びっくりだ。マハ君にミサ君がついた。さあ、ミサ君どうするか。俺パスカットで行きます。ダメだ、マッハ君ドリブ、実際自分でドリブルを選択した。ワンツーで前進していくマッハ君。ん、どこにいるの。早っ、マッハ君早っ。前進が家族遠かない。モイサ君頑張れ。無理でした。先生を許してしまいます、ポーランドに。ポーランドが先制となります。行きましょう。日本のキックオフ。チトークね。チトークどこまでやれるんだ。マッハ君と対決だが、強引なドリブル使えるんだ、マッハ君に。お、吹き飛ばしてやるたい。マッハ君踏み飛ばされた。ちょっと待った。サーナ君へ。あ、どうかな。あっと、インターセプトを許してしまう。あんまりパス能力高くないのか。早い、とにかく早い。ちょっと待って、もうゴール前までいるじゃん。シュートに備えるしかないでしょ、こんなの。3になったゴールにあっさりシュートが決まってしまいます。
ワンツー東方コンビたけしひゅうがさん、イカズチをような勢い、いや、これは中学園、あ、でもどうかな、届かない、中学にパスが、キャッチが成功です。中学にかわします、中学にかわします、これもう決めましょう、行きましょう、ネオタイガーショット。クライポーランド、これが俺のネオタイガーショットだ。ローリングセーブ。さあ、対決はどうだ？漏れ玉になったが。どうだ？ジャイチ君倒れている。チャンスではあるが。場所が悪いな。翼君へ。どうだ、ごめん、だ、あ、こぼれ玉になっちゃう、だが美咲くんに渡る、ツインシュートだ、ジャンピングボレーでも良いのかな、行くぞ美咲くん、おう、ツインシュート、いや待った、でまたローリングセーブ、こんなんばっかり、ダメですね。クリアです、マッハ君に渡った、マッ、本当にマッハだからな、森崎君が向かう、こんなのこぼれ玉になった、マッハ君来るからこれはマッハ君に渡さない、石崎君にはパス、マッハ君競り合い、9話に渡ってしまう、え、あ、なんか全然戻ってこられないんだが、無理やろこんなん、一応パンチング打つが無理です、あ、でもこぼれ玉ねじ込まれます。なあ、ほな。
厳しいですね。行きましょう。美咲へ。美咲くんと児童くんで頑張ろう。児童くんへ。児童くんどこまで頑張れるかな。引きの10番来ましたが、引き渡るとこでかわした。これはもう、強引なドリブル。吹き飛ばしてやるたい。飛ばされた。さらに敵を6番タックル。吹き飛ばしてやるたい。さあ、3回目。これはすごい。さあ、誰にパスするかですね。ヒューガ君行ってみるか。さあ、ヒューガ君、ゴール前。オーバーヘッドキック。これだ！オーバーヘッドキック！でも防がれるだろうな。ローリングセーブがな、もううざい。なんでキャッチされるんだ。これ、スルー攻撃とかで、もしかしたら、早すぎるだろ、マッハー君。無理です。しかも、キャッチで行っちゃったし、あら？高すぎ、高すぎ。こぼれ玉になって、石崎君がフォロー。ナイスフォロー。場所じゃやばいしな。さだくんへ。どうかな、止められるかもね。あー、くそ、インターセプトを許してしまう。そしてまたマッハーくん。シュート、こんなん無理やろ。パンチング、ダメです。マッハー君早すぎる。とにかく相手のローリングが、ローリングセーブが、どうしようもないんで、これ、最低、揺さぶらないとどうしようもないな。
いや、まだドリブルで近くまで持っていって翼くんへ。さあ、しかしこれはスルーです。あ、でもダメだ。くん遠かない。マッハ、またマッハくん。何こいつ、早すぎる。ハーサンいた。そして終了です。あと、しかし高杉くんがカバー、ナイスカバー。カズオくんへ。あと、マッハくんに取られてしまう。決まってしまう。これまだ前半ですよ。どうしようもないな。試合再開。勝負だ。ゴールデンコンビ。美咲くん、翼くん。届かない。さあ、ミサくん、位置は人誰もいない。無理やろ、こんなん。これだ。どうせローリングセーブ。え、ローリングセーブが破れた。美咲くんがシュートを決めてくれました。1点返しましたね。うん、またマッハ君早いよな。マッハ君何もできない。マッハ君パスだな、珍しく。一作に弱っただけ。ワンツーリターンでマッハ君にまた戻ってくる。マッハ君アートホイッスル。前半終了でとなります。
少し、お待ちください。2分ほどお待ちください。はい、お待たせいたしました。ではですね、後半ということですが、三杉くんを投入いたします。で、まあ森崎くんを変えよう。若林くんに誰がいいんだろう。やっぱり慈瞳くんかな。あ、でも慈瞳くんいるよね。慈瞳くん全身力だからいるよな。松山くんから三杉くんへ。あと高杉くんを相田くんへ。これでいきましょう。届かない。またマッハーだな。こうなるともうどうしようもないからな。お、若林くんボールを取りましたね。よし、ちとくん、一気にドリブルで前進。
9番北が構わず今度は沢田くんへ、岬くんへ、岬くん高いボールで動きを合わせるが、これでは多分決まらないと思うので普通にトラップします。くん貸していきます。鮮やか、いいですね。さあ縦に来たところでちょっとやっぱり試さないとな。センタリング、こっからです。スルー、これでヒューガくん行くだろう。え、ダメか。え、角度が悪い。またマッハー君だ。こうすると、おっと、パスいった。あ、いや。いや、どうしようもないだろう、こんなマッハー君、シュート。うん、さすがですね、この辺は。ソダ君、トラップです。カミソリパスがあるんだ。佐田くんにカミソリパスだ。いいですね。ジトーくんとワンツーリターンをします。一気に前進を。敵の10番がこぼれ球になってしまうが、マサオくんがカバー。ジェミニアタックです。カズオ兄ちゃん、ナイスです。ジェミニアタック一気に進んでいきます。翼くんへ、はい、ボール、せがれちゃうんや。マッハ君どうしようもないな、これは。ナイス、若林くん。若林くんは頑張ってくれますね。次ドリブル、ゴールデンコンビ、みさくん、つばさくん、やまったが、ここでみさくんがちょっと角度が悪いが、これ誰、ヒューガくんか。お、今度はマサオくんだ。スカイダブチューインシュート、行ってみよう。任せろタイ。よし、行けータイ。スカイダブツインシュート、ちょっと角度悪いけどな。さあ当然ローリングセーブが来る。どうなる、捉えちゃいますね。ダメか。
フォロー。一作届かない。マッハ君に渡ってしまう。こんなんどうしようもないだろう。追いつかない。キーパーが。ん？これは？パンチ。カシュパンチ行くな、強い。が、ピンチはまだ続く。カズオ君届かない。そしてまたマッハー君に渡っちゃう。ヘディングシュート、パンチングで見事防ぎます。が、まだピンチは続いてしまって、若林君倒れてしまう。近づきそうだな。まあ、パンチング打つけど。止める、必死のブロック。だが敵のブロックはきつい。ま、若林がまあ倒れている。これシュートが止められるのか。ダメです、突き破られてしまった。厳しいですね。9番って誰？翼くんか。翼くんに渡そう。翼くん返します。佐々木くんにパス。さあ、美咲くん焦るが、これはトラップです。さあ、そしてですね、もういい加減、スルー攻撃を決めたい。なんだろう。あ、ようやくスルー攻撃が決まった。ジャイチ君バランスを崩している。でもこの1回のスルー攻撃じゃ決まらないが、無理か。ミスイ君になった。翼くんへ。大丈夫、見合えてんな。さあ、翼くんに託す。大丈夫、バランスを崩している。ドライブオーバーヘッドでもよかったかもな。これだ、オーバーヘッドキック。当然ローリングセーブ。こぼれ球だが、まだチャンスは続いている。
翼くんへ磨いてぬか。ヒューガくんへ太一くん、どこまで来るんだ。太一くん、まあローリングセーブがあるから身構えればいいと思ってるんだろうな。おっと、これオーバーヘッドキック弱いんじゃないの。決まりましたね、ヒューガくんが。なんか、これ、もしかしたら、切り札出たかもしれないですね。とにかく、若林くんで防いで、ミソリパスだな。中学へカミソリパスだ。いいですね。1対1持ち込みます。こうなったらあっと、敵の4番がキープされるが、まだでも空っぽなはず。このまま行け。ボレーシュート、弱まったが、あ、そう、どこぼれ玉になったが、石崎くんフォロー。これ見すぎ行くんだ。まあ倒れてんじゃないの。もう一回ちょっとやってみよう、オーバーヘッドキックを。ローリングセーブ。あ、まあさすがに何度もは決まらないか。クリアされる石田くん。
タがいない、悲しい。地頭くんへ、でもどうかな、届いた。さらに翼くんへ、ヒューガくんへ、もう一回戻して、ドライブオーバーヘッド、もうやりましょう。吹っ飛ばされたが、行くぞ、ドライブオーバーヘッド。どうだ、ローリングセーブ、勝てるか。防がれる、日本のコーナーキック。マサオくん、ミサキくんへ、あーっと試合終了です。ポーランドなんか無理だろう。ちょっと力的にどうなのか見てみよう。まず、三杉くんは後半出さないんで、松山くんに変えます。で、若林くんのままでいきます。そして、新田くん、木杉くん、添町くん、どれも一緒だな。高杉くんに戻そう。そのシュート防御能力だけだったら、若林くんの方が若島くんより上です。さあ、相手のもうとにかく引き上げるとか開始してもいいだろうな。ここで地頭くんが初めてついた。いや、パワータックル、俺のわしのパワー自変、どうでしょう、いいじゃないかな。あ、マッハくん吹っ飛ばされた。一道くん、取りましたね、玉。行きましょう。このままドリブルです。
さだくんに渡して、東方コンビたけし、ヒューガさん、あーでもこぼれ球になってしまうが、ここに翼くんがゴール前行くぞ、ドライブオーバーヘッド、どうだ、さあローリングセーブ、破れるか、吹っ飛ばされてゴール、決まりました、先制です。行きましょう。試合再開です。マハクが、翼くんと対決です。翼くんタックルを行く。マハクかわされてしまう。早い。さあ石崎くんと和夫くんがついたが、これ気をつけないといけません。スカイラブブロックなんてあるんだ。和夫兄ちゃん、何ですかねこのスカイラブブロックって。うわー、反則を取られてしまう。ペナルティキックです。さあ試合再開。敵の10番破れるか、あーと裏をかかれて決まってしまって同点です。さあ試合再開です。3人に囲まれたな、厳しいな。
あーカットされたか。厳しいよね普通に考えて。おっと石崎くんつきました。これタックルだろう。くらえ石崎くん鋭いタックルをこぼれ玉にした。ナイス。さあこの後美咲くんの頑張りどころです。引き続きドリブルでいきます。敵を2番。こんなのを簡単に破っちゃうよね。おっと反則、相手が反則ですか。地頭組んでいこう。これ6番って誰だ。松山くんか。美咲くんへ。近づいて縦になったとこをスルーで行きましょう。ジャッジ君競り合いに行った。さあここでヒューガ君にきっちり渡りまして空っぽになった。チャンス。これだ。角度は悪いがオーバーヘッドキック決まりまして、2対1再度リードです。スルー攻撃が鮮やかに決まりました。さあ試合再開です。こぼれ玉になったがこれは敵に渡ってしまいます。マッハ君、マッハなスピードがゴール。ナイス若林君。ヒューガ君に渡りますが、ちょっとヒューガ君前進しすぎだな。まあ普通にドリブル危ないな。ちょっと6番これ誰だ。松山君か。松山君に一度渡します。おっと
あーとこぼれ玉になってしまうが、サーダくんがキープ。翼くんが前の前に待ってるが、いや、ここはトラップ、一人だけやったらトラップでいいでしょう。 OK。 さあ、ジャイチくん1対1です。ヒールリフト、こぼれ玉になっちゃうんだ。これうまくいったと思ったのに。おっと、しかしまだチャンス。今度はまたチャンス。お、今度はポーランドゴールが空っぽになってるぞ。ミサくんへ。さあ、ヒューがもうゴール前に翼くんが待っている。ほい、うまいセンタリング。これシュート良かったかな。いいシュートだが、相手をもちろんあれ決めるだろうな。ローディングセーブ。いやー、スインシュートじゃダメなんだよな。届かない。で、またマッハな攻撃が炸裂する。マッハ君カーサイル。シュートに備えるとどうなるんだ。あ、でもどっちにしても取るんだ。ファインセーブ見せてますね。いいですね。後半は三杉くん投入できますからね。さあ、ここ澤田くんとのワンツーリターンで前進します。シュートしてもいいけどな。お、チャンスかも。さあ、ここで当然スルー攻撃です。あ、トボタ空っぽだが、でも、いや、シュートだな。ボレーシュート、決まりました。3対1リードを広げます。空っぽにするのが一番良さそうですね。さあ、試合再開です。マッハ君早い。石崎君つきます。まだペナルティーエリアじゃないか、タックルやりましょう。
反則を問われてしまいます。敵を10番がシュート、パンチングです。ックにパス。さあどうだ、マハ君届かない。 OK、 ミサック君へこのパスは通ります。でも時間がないな、反則を取られてしまいます。日本のフリーキック、まさくんへ。と見せかけて、これ普通のシュートじゃ決まらないんで、ドリブルで突っ込む。まあ時間ないよね、もう。前半終了となりました。さあ、三杉くんをここで投入します。誰と投入すればいいんだ、松山くんかな、やっぱり。ソーダくん、カミソリのソーダくんも投入しよう。では後半始めていきます。後半戦は日本からスタート。まあもちろんボール守ってれば日本勝てますけど、そういうプレーはしません。第8番手、伊藤くんへ。ヒューガくんへ。これは、敵を2番来たけどトラップ。ここに美咲くんがいる場所は、なるほど、翼くんへ。で、これスルーです。あ、スルーと勘違いした。でもトラップは決まりました。ジャイッチ君、これさっきのリベンジだ。ヒールリフト。ダメだ、こぼれ球。だから日本コーナーキック。ヒールリフトは決まらないのか。ショートコーナーだな、これ。翼くんへ。ちょっとでもそんなにない。
これどうなるんだ。ジェンチクは見合えてるか。シトウ君、シュートにクがこぼれ玉になってしまう。だが、家族が取ります。イサキ君へ。あ、間違えた。翼君、ナイスカット。何度もやるよ、ヒールリフト。普通のドリブルだったらどうなる？こぼれ玉になるのは変わらないのか。結局日本のヒール、あれですからね。ん？パスは普通のパスしか使えないのか。並んでくれ。チャンスかも今。あ、違う。翼くんへ。で、翼くん、これは、スルー。OK。さあ、これで、あー、ゴールは空っぽにならない。やってもよっと、ここで反則。日本にペナルティーキック。ヒューガ君に切ってもらいましょう。裏を返しまして決まりまして4対1になりました。少しお待ちください。
お待たせいたしました。どうしようかな。今20分か。まあ、もうちょっと待とう。もうちょっとこのままでいきましょう。ちょっと。交代枠あと一人だからな。交代はちょっとないな。翼くん、弱まっただけ。またマッハーくんか。マッハー文明。ワンツーリターンで前進させられる。イスラくんは届かない。マッハーくん、高い要求。ちょっとあんまり、それをやると、やばいんで。あーっと、反則を取られてしまった。待った方がよかったな。ああ、裏をかかれてしまいました。2点差に詰まってしまいます。差が詰まりますね。ナイス、三井くん。3人に囲まれたが、パスしてもいい。パスした。これ時間どんどん経過していきますからね。今度こそ。サダクにパス。どうだ？弱まっただけ。さあ、サダクはこれブラフです。翼くんへ。で、もう一回スルー。二回目のスルー。さあ、ヒューガくん。ジャッジくん、バランスを崩している。これでどうだ？これだ！オーバーヘッドキック！ローリングセーブ来たが、どうなる？決まりました！打ち破った！2回のスルー攻撃で、ジャイチ君を弱らせて、ローリングセーブを打ち破りました。
さあ行きましょう。試合開始、後半ももう半分を過ぎております。またマッハクに渡った。マッハクカーサレウ、ペナルティーエリア外にシュート、止める、鋭いパンチング。これって普通にドリブルかな。敵を10番、美咲くん、翼くん、ゴールデンコンビ、どこにいるんだ。結構ゴール前にいる。トラップ、さあもうジャイチ君と勝負です。お、かした。これは決まりました。1対1に 1v1 に勝利です。いやー素晴らしいな。ちょっと6点、ポーランド戦の6点って振り返ってみると、1点目は、翼くんのドライブオーバーヘッドで、ジャイチくんを吹っ飛ばした。2点目は、スルー攻撃だ。美咲くんから、翼くん経由でスルーでして、で、そうすると、ゴールが空っぽになったのはヒューガー君がオーバーヘッドキックで決めた。3点目は ?3 点目はすごかったな。美咲君が、美咲君とが、いた時に、ジャイチ君が退治したので、翼君にセンタリングした時に、ゴールが空っぽになっちゃって、翼くんのボレーシュートが決まった。で、4点目が、敵のファールでペナルティーキックでヒューガくんが決めた。5点目が、スルー攻撃が2回やって、ジャイチくんのバランス崩して、ヒューガくんのオーバーヘッドで、ジャイチくんローリングセーブを出すが切れ味がなくって、それを乗り越えてゴール。そして今回の6点目は、美咲くん一人で上がっていって、ジャイチくんと1対1ですね。ドリブルで、ジャイチくんを、に競り勝って、シュートを決めまして、6点目、6対2となりました。さあ、後半もうほとんど時間ない。あ、しまった。選手変えるの忘れた。若島族出番がない。キャッチ無理かな。あ、細
こぼれ玉になった。トラップ。ジェミニアタック。カズオ兄ちゃん、敵を9番はこぼれ玉だが、ソーダくんが、ソーダくんトラップ。ソーダくんってカミソリだったよな。え、でも7番キャッチ、キャッチング成功です。さあ、ミスイ君が上がっていきます。深いサーダ君へ。6番って誰だ？ミスギくんか。再度ミスギくんへ。おっと、敵が迫ってきてるぞ。すぐセンタリングヒューガくんへ。だから敵を3番が来た。一度ミサキくんへ。敵を3番届かない。で、美咲くん逆サイドでから戻して、ジャイチくん取り囲まれるがスルー攻撃。スルー、これ決まりましたね。後半もあと1分。さあ、美咲くんに渡ってジャイチくんバランスを崩している。お、ハイパーオーバーヘッドっていうのがあるんだ。決める、ハイパーオーバーヘッド。さあ、ローリングセーブどうなる。吹っ飛ばされたが、こぼれ玉石崎くん。さあ、これ石崎くんどうするか。8番って慈瞳くんか。さあ、慈瞳くんどうするんだ。敵を6番、これ関係なく翼くんへ。え、なんで。スカイラブブロック、カズオ兄ちゃん、いけー。スカイラブブロックだが、際どいところで返された。さあ、今度はカズオくんだ。カズオスカイラブタックル。あれ、カズオ兄ちゃん、いけへん。いや、謎ですが、あ、弱まっただけ。キャッチ成功です。若林くん強いな。お、これ最後にやっぱりいいとこ決めよう。ポーランド、これが俺のネオタイガーショットだ。ま、でも防がれるよね、これ。ジョーリングセーブがあるからな。いや、
吹っ飛ばされてポストを破りました。すごいな、ヒューガ君。ネオタイガーショットでジャイチ君を吹っ飛ばし、シュートを決めました。7対2。すごいな。翼くん、ヤマタだけ。あ、破れない。マハくん、シュート。石田くん、届かない。キャッチ。こぼれ玉になっただけだが、ソダ君トラップ。試合終了、ポーランドに勝利。あ、2人しかレベルアップしてない。ロブソンは必殺シュートをカットできる。ディフェンダーか。ロビング争いにはDFが備えろ。ロビング争いって何？これ必殺シュートを打たなきゃいいという説もある。まあ森崎くんで、誰だっけ、はい、ということで今回非常に、バスコダザーマとポーランド熱戦が繰り広げられました。特にポーランドは熱かったですね。すごかったな。40分超えの試合になってます。どっちも45分いってるからな。というわけで、いろんな方法を使って必殺シュートを一通り試して、やってみました。いよいよワールドユース予選となります。世界の舞台で戦うということですね。アジア、前回までがアジア予選だったんですが、アジアじゃなくてもう世界との戦いになります。応援よろしくお願いします。とはいえしばらくはポーランドと次の誰だろうチームとの繰り返しかなとは思います。2、3回ぐらいは。
ちょっと次のフランス戦が事情があって、なかなか行きたく、自信がないと行きたくないんで、ポーランド戦と次の試合を繰り返してやりたいと思います。見ていただいてありがとうございました。よろしければ、Twitch で配信を行いました。Twitch の、アーカイブは2日後、12日21時、午後9時から、予定しております。ぜひ見てください。また、YouTube でもこのアーカイブアップロードいたします。そちらが12日21時ですね。Twitch のアーカイブについてはすぐに、アーカイブ公開予定です。ぜひ見てください。また、旧 TwitterX のアカウントを持っております。チャット欄に記載し、これら記載してますので、ぜひご覧ください。アカウントのフォロー、Twitch のフォロー、YouTube のチャンネル登録などよろしくお願いいたします。キャプテン翼2スーパーストライカーお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。